山のようなガラクタの下にはあなたが本当に望んでいる人生が隠れている。この本を読めばそれを見つける方法がわかるだろう。物を減らせば豊かになれる。この本のテーマは減らすことよりもむしろ豊かになることの方だ。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回はジョシュア・ベッカーさんが書かれたより少ない生き方、物を手放して豊かになるという本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。物を買うことに幸せを感じている。物欲が抑えられない。部屋をきれいに保ちたいのに気づいたら物が散乱している。そんな方におすすめの本です。皆さんは今欲しいものがありますか？物を買うと幸せで毎月物欲が止まらない、そんな方も多くいらっしゃるかと思います。しかし実はそれは違うんだと著者は言います。物が増えると物に支配されるようになる。それだけでなく物がありすぎるとむしろ幸せから遠ざかってしまうと言います。本書では人生をシンプルにして本当に大切なことに集中できるようにするミニマリズムの効果について解説されています。誰でも簡単に始められて、時間とお金から一生自由になることができる、とてもおすすめの本です。ではとりあえず、いつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論。ミニマリズムとは全てを捨てることではなく、少ないもので暮らすということ。ミニマリストになれば理想の人生を作ることができる。というわけでこの動画では、1、物を手放すことで得られるメリット。2、ミニマリズムを実践する方法。3、より少ないもので生きる。という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、物を手放すことで得られるメリット。この章では物を手放すことで得られるメリットというテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは理想の人生を作る第一歩を踏み出すことができる、大きな夢を実現できるという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、理想の人生を作る第一歩を踏み出すことができる。ミニマリストになることで理想の人生を作ることができると著者は言います。なぜかというと、ミニマリストになれば時間が増え、お金が増え、ストレスが減り、心配事が減り、自由が増えるからです。なんだかうまい話すぎないか、そう思いますよね。なぜ物を減らすとこんなにもいいことが起こるのでしょうか。まず物を持つときには買うためにお金を稼いで、そのものについて調べてから実際に購入しますよね。購入してからも掃除したり、整理や修理、買い替え、売却などエネルギーも時間もかなり消費します。だから物を少なくすれば時間とエネルギーは逆に増えるんだと言います。お金も買うものが減れば使うお金も減りますし、維持管理にかかるお金も節約することができます。このように物を持たないと、その分のエネルギーや時間、お金を自分にとって大切な何かに使えるということです。物が少なければ散らかってストレスを感じるということもありませんし、肉体的にも精神的にも経済的にも自由が増えます。ミニマリズムは利点がたくさんあるんですね。誤解している方も多いかと思いますが、ミニマリズムとは全てを捨てることではありません。あくまで少ないもので暮らすということ、自分にとってただいらないものを手放すだけです。そういうことならこれらの利点を自分のものにしない手はないでしょう。では続いて2つ目のポイント、大きな夢を実現できる。先ほどはミニマリストの実際的な効果をお伝えしました。しかしミニマリストの利点はそれだけではありません。ミニマリストになると一番大きな夢を実現できるようになると言います。皆さんには大きな夢がありますか？そんなのしばらく考えていなかったという方もいるかもしれません。先ほどお伝えしたように所有物が少なくなれば自由になって心が穏やかになります。難しい問題に対して解決する気力が湧いてきたり、本当にやりたい仕事を目指すこともできるでしょう。それだけ意味のある行動に使える時間が多くなるということです。家族や親戚、友人と過ごす時間も格段に増えるため、人間関係を改善してくれるという利点もあります。ただ減らすことを目的とするわけではなく、大きな夢を叶える、より大きな人生を生きるために物を減らす、所有物を少なくすれば人生の満足感が飛躍的に大きくなるはずです。私たちの理想の人生はガラクタの下に埋もれているかもしれないということです。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章では物を手放すことで得られるメリットというテーマについて、2つのポイント、理想の人生を作る第一歩を踏み出すことができる、大きな夢を実現できるという2つのポイントについて解説しました。では続いて2、ミニマリズムを実践する方法。この章ではミニマリズムを実践する方法というテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、自分が物を買う動機はどこにあるのかを知る、簡単なものから取り掛かるという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、自分が物を買う動機はどこにあるのかを知る。ミニマリストになるためにはまず物欲から解放されることが必要です。物欲がある状態は楽しいですよね。その物を手に入れた時のことを想像したりして、次は何を買おうかワクワクする気持ちがあります。ただ理由がどんなものであれ、物を買う動機には致命的な穴があると言います。人が物を買う一番大きな動機は安心、承認、満足。しかし私たちが物を所有することで満たそうとしているこれらの欲求は、物を所有することでは決して満たされないと言います。まず安心についてですが、
私たちは安心と快適を混同してしまっています。物を山のように溜め込むことになる本当の理由は、安心のためではなく快適さや快楽のためです。ではこれらを混同しないために何が必要なのでしょうか。それは人と人とのつながりです。家族や友人との時間は喜びだけでなく、見守られているという安心感も与えてくれるものです。物を買う動機として安心感を求めていると判断した人は、所有するものを減らし、身の回りの人との関係を大切にしてみてほしいです。では次に承認はどうでしょうか。周りの人が持っているものを持っていないとき、周りからいいものと認められるものを持っていないとき、あなたはどう感じますか。気にならなければ良いですが、恥ずかしさを感じる大人は多いのではないでしょうか。人は自分が普通からずれていると感じたときに、恥ずかしいという感情を持ちやすいです。もちろん何をもって普通とするかは完全に主観的な判断。大抵は自分が所属する社会階層が判断の基準になります。ですので時代に合わない服を着ていたら恥ずかしくなったり、自分より立派な家に住んでいる人を自分の家に呼んでいると恥ずかしくなったりします。しかし当たり前ですが、世間の普通と違うからといって恥ずかしいと思う必要は全くないはずです。物を買う動機として承認を求めていると判断した人は、着ている服のブランドを恥ずかしいと思うのではなく、服を持ちすぎていることを恥ずかしいと思ったらどうでしょうか。自宅が小さいことを恥ずかしいと思うのではなく、家の中に無駄なスペースがたくさんあることを恥ずかしいと思えばどうでしょう。自分の中の普通とされていることの基準を変えてしまえば、もう変な羞恥心は持たずに済みます。安心が欲しい、周りに認められたい、この2つに加えて満足感を求める本能も物を持ちすぎる大きな原因です。人は誰でも自分を成功者だと思いたいものです。欲しいものを全て手に入れて満足感を得ようとします。しかし本当にそれで満足が得られたことはあるでしょうか。新しいものが目に入ってきて終わりが見えなくはないでしょうか。本物の満足感を得るためには人に与えることだと著者は言います。得たいのに与えるとはどういうことでしょう。自分のものを与えた人は手元に残ったものをより大切にします。自分の時間を与える人は残った時間をより有効に使うことができます。自分のお金を寄付する人は手元に残ったお金を無駄遣いしません。つまり物を溜め込まなくても与えることで心が満たされるというんですね。安心、承認、満足、これらを求めること自体が悪いということではありません。ただ物を買うだけではこれらの欲求は満たされないということを知っておいてほしいです。そして人が物を買う動機はこれら以外にもたくさんあります。物欲から解放されて本当の幸せを手に入れるためには、自分が物を買う動機がどこにあるのかというのを知る必要があるということです。では続いて2つ目のポイント、簡単なものから取り掛かる。ミニマリズムに決まった公式はありません。自分のライフスタイルに合った方法で問題ないです。そうは言っても思い出の品や本、趣味の道具など捨てるのが難しいものもありますよね。まずは捨てられないものから始めなくてよいです。簡単なものから取り掛かりましょう。おすすめなのはリビング、寝室、トイレ、お風呂場、洗面所だと言います。一般的にこれらの場所は比較的簡単に掃除ができます。そして何より普段からよく使う場所なので、ミニマリズムの効果がすぐに実感しやすいんです。いつも使う場所がすっきりすれば、ミニマリズムの生活の素晴らしさがすぐに実感できるでしょう。これらの場所から絶対にいらないものを処分していきます。なくなっても全く困らないもの、家に置いておきたくないもの、処分しておくべきだったものなど、これらをゴミ袋にどんどん入れていきましょう。よく使う場所をきれいにできたら本腰を入れて物を減らしていきます。ポイントは取っておくもの、家の中の別の場所に移すもの、処分するものという3つの山に分けることです。分類が済んだら取っておくものをあるべき場所に戻します。この時可能なら目につかない場所に置いた方が良いです。その方が気が散らなくて済みます。そして家の中の別の場所に移すものを家の中のあるべき場所に持っていきます。例えば脱いだ服がそこら中に散らばっている人は洗濯かごに入れるみたいなことです。処分するものの山はさらに4つの山に分類します。寄付するもの、売るもの、リサイクルに出すもの、捨てるものの4つです。処分するものの山は放っておくと面倒になるため、放置せずこの4つの方法で手放しましょう。どんな場所を片付けるときも全てのものを実際に手に取るといいです。自分の手に持つことで決断が促されます。ではここまでで2章の内容をまとめます。この章ではミニマリズムを実践する方法というテーマについて、2つのポイント、自分が物を買う動機はどこにあるのかを知る、簡単なものから取り掛かるという2つのポイントについて解説しました。では続いて3、より少ないもので生きる。この章ではより少ないもので生きるというテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、捨てづらいものを処分する、今の状態を維持するための習慣を身につけるという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、捨てづらいものを処分する。実際に物を減らす作業を進めると、いずれ手放せないという問題にぶつかるでしょう。本や書類、思い出の品など捨てづらいものはたくさんありますよね。
まず本で真っ先に手放すべきなのは、一度も読んでおらず今後もおそらく読むことのない本です。当たり前ですが、読まない本を持っていてもスペースを取ってしまうだけです。また実際に読んだ本に関しては、この先も定期的に読むことがあるかを考えましょう。もしあるなら残す、ないなら手放すといった感じで進めると判断しやすいはず。本が好きでたくさん集めてしまうという人は、所有する本の上限を決めたり、電子書籍を活用するのもいい方法でしょう。次に郵便物などの紙類の処分方法です。郵便物や書類は捨てていいものなのかいまいちわからないものが多く、なんとなくその辺に置きっぱなしにしてしまったり、無駄に取っておいてしまいがちですよね。そうならないためにも、書類は家に入ってきたらその場で判断してすぐに行動することです。いらないチラシは捨て、使いたいクーポンなどは切り取って取っておく。請求書はすぐに支払って、学校からのお知らせやお金関係の書類などはファイリングしておく。すぐに処理できないものは場所を決めてファイルボックスとして一時保管すると散らかりません。大事なのはこういった単純なシステムを作ることです。では思い出の品はどうするべきでしょうか。多くの人にとって特に捨てづらいのが思い出の品だと思います。卒業アルバムや写真、お祝いの品やお土産、プレゼントなど、こういったものを処分するのは簡単ではありませんよね。思い出の品を選定するときに意識すべきなのは、ベストなものだけを残すということ。様々な思い出の品の中から一番状態が良く、一番意味のあるものだけを残します。そして選んだものは箱にしまっておくのではなく、家の中の見える場所に置いておきましょう。そうすることで普段から大切な思い出に触れることができます。それでもどうしても手放せないというものがあるときは、写真を撮ってから手放すというのはどうでしょうか。写真を撮っていれば完全になくなってしまうことはありません。整理さえしておけば、物理的なものに比べてはるかに場所を取らず、心理的な負担にもならないのでおすすめです。では続いて2つ目のポイント、今の状態を維持するための習慣を身につける。ここまでのことを実践し、物をちょうどいい数まで減らせたとして、その状態を持続できなければ何の意味もないですよね。散らかった状態に戻らないためにはどうすればいいのでしょうか。それは今の状態を維持するための習慣を身につけることです。今は無の空間があるとすぐに何かで埋めようとします。家の中にせっかくできた空間をまたガラクタで埋めたくなければ、物を減らすだけでなく減らした状態を維持する方法を確立する必要があります。そこで毎日の掃除の習慣、週1回の掃除の習慣を確立することをお勧めします。コツは毎日のルーティンの中に掃除や整理整頓を組み込むこと。散らかりやすい寝室は毎朝ベッドメイキングをすることで清潔を保つ。食事が終わったらすぐに食器を洗う。キッチンのカウンター、洗面台、テーブルなど平らな場所には何も置かない。読み終わった雑誌はすぐに処分する。使ったら必ず元の位置に戻す。これらのことを実践すれば散らかるのを防ぐことができるはずです。そもそも最初から物を増やさなければ、家がガラクタで埋め尽くされることもありません。簡単には買えないようなシステムを作ることも有効です。例えば一定期間はこれを買わないと自分なりの買わないルールを作り実行する。テレビやネットを見る時間を減らし、広告に踊らされないようにする。プレゼントは本当に必要な贈り物だけに減らすなど、対策の方法は多数あります。物を必要以上に欲しがらなくなることで物欲から解放されれば、この上なく清々しい気分を味わえるようになるでしょう。というわけでこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. 物を手放すことで得られるメリット、理想の人生を作る第一歩を踏み出すことができる、大きな夢を実現できるということでした。 2. ミニマリズムを実践する方法、自分が物を買う動機はどこにあるのかを知る、簡単なものから取り掛かるということでした。 3. より少ないもので生きる、捨てづらいものを処分する、今の状態を維持するための習慣を身につけるという2つのポイントについて解説しました。今回紹介した本、より少ない生き方、物を手放して豊かになるについて、まだまだ紹介できてない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。